技術基本法というものと科学技術基本計画というのは日本の科学全体を包括して縛るものなのかということをもう一回反省した方がいい。そういう意味です、ね、つまり科学って広いものがあって芸術と交わっているものもあって、その中でこの科学技術基本計画というのはこれは金儲けをするための計画なんだよ。例えばそういうふうに自らのミッションがはっきりしないと、例えばその基本とか言っている元は戻すという議論があるんです。それで何を証拠しているのかが一致しない。だからこれは日本のあるべき姿というものを考えた時のある一部についてやるんだったら、そういうふうに目的を決定して国として集中すれば、だからそうじゃなくて全体に編みかけてるようになってるからみんなが誤解しているので、だから何をしたらいいのかよく分からなくなっているというのが、という意味でその科学技術計画のミッションというものをきちんと国全体の中で明確にした方がいい。ちょっと時間限られてるんで、ちょっと3つどんどん言ってください。はい、あ、じゃあついでに、あとはこの大学院重点化と補足1万人計画というので、非常に今のドクターのレベルも下がってしまったという先生が多いし、そろそろリカバリーショット打たないで、今もずる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 重点化のもあんまり行ったとすると、聞いてください。大変もったいないことになるみたいなので、そろそろリカバリーショットを打つことをやってきてるんじゃないかなあ、それからこれはね、もうちょっと逆に色でいいじゃん。要するにアメリカの場合ヤングリポートがね、ブレイクスルーしたじゃないですか、日本に負けてたのはあっという間に。それがこの科学基本計画でちゃんとうまくいってるのかどうかというと、僕が見ると必ずしもうまくいってない。世界をリードするような科学技術を生み出してね、イノベーションをやったっていうのがあるで、やっぱりそれは猛烈に反省する必要があるのか。でちょっとさっきも知られていたんだけども、官僚志向だともう従来の岩盤ガチガチの中をブレイクスルーなかなかできない。だからそこを柔らかく先生たちが彼らをうまく駆使する。と同時に一般社会の科学ジャーナリストですかね、そういう人たちを、もう最初から入れて、ね、取り込んでやる。ご機嫌伺いで後からちょっとご意見をって、そういうんじゃダメで、もう最初からやっぱり科学と社会って非常に重要な、ね、ことですから、そこをもう踏み込んでやるというのが、ぜひというところで以上はい、どうもありがとうございました。今の3点について、なかなか個別には難しいんで、基本法そのものっていうのはいわゆる考え方のベースになるものなので、まあ、それを変えることはなかなか難しいんだけども、それをベースにして基本計画ってそのものの位置づけっていうのは、まあ、議論する余地もあるけれども、一応法律でもって定められているのは5年間の方向性を示すもの、先ほど小山さんが言ったので、そのスコープっていうのが今回イノベーションが広がったっていうのが一つあります。ですので、そのどこまでを守備範囲とするかっていうのはやはりその時々に変わってくるので、まさに第5期作り込む時に、まあ、どこまでがこの中でカバーする明記にする必要があると思う。でそういう意味での議論があります。で2番目 の大学院重点化ポストドクの問題っていうのはもうかなり何年間も引っ張っている課題であって、それに対して明確な答えというのが出てないというのが一つです。やった後に、まあ、後付けでもって対応策みたいなのが、いろんなその大学院教育の見直しとか、専門性を複数化しましょうとか、いろんな手を打ってるんですけども、それが解になってるかという必ずしもっていう話ですので、おっしゃる通り、全体像の最適化ってことは見直さなくちゃいけないという、まあ、基本的な考え方を結集しています。それから社会なんですが、全く私と同じ、私も同じ考え方です。誰かが、まあ、リプレゼンティブな人たちが何か作って、みんながそれをフォローせよという話では全くなくて、で特に科学っていう世界っていうのは、アカデミアの世界っていうふうにちょっと取りがちなんですが、自分の専門分野以外のところでは科学者って専門じゃないわけなんですね。一般の社会じゃないわけですから、そういう意味で謙虚にも見なくちゃいけないし、でも国の方向性っていうことを考えるときには、やはり誰かがドラフトじゃないけど詰めないことには叩き上げないと議論できない。そういう意味で我々がやってくるのが一つです。でその中にその詰めるときに、より幅広い一般の社会、難しいのは
いわゆるシビルソサエティっていうのは誰かっていう話なんですね。でその代表して言える人がいるかって必ずしもいなくて、どういうふうにその吸い取るか、そのチャンネルを作るのが難しいっていうのが意味してきます。ですので基本的な考え方は同じなんですけれども、同じ方向見てるんですけれども、具体的にどのような形であるかっていうことが詰めないとなかなか実践できないと思います。努力しますから。はい、どうもありがとうございました。